シュトモシチャンネル。こんにちは。こんにちは。首都圏模試センターの野尻と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。首都圏模試センターの立石と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この動画は算数の動画になります。はい、算数は、まあ、150点中71点ですかね、はい、が平均点だったんですけども、立石さん、どうでしたかね、今回、算数は。そうですね、平均点、まあ、75点が平均点とすれば、少し71点って少し難しかったかなって、点数だけで言うと思うんですけれども。今回ちょっと傾向が上がったのは四角一番ですよね。四角一番も、ね、うん、計算問題は結構皆さん取ってくださいねっていう話をよくしてたんですけれども、四角一のやっぱりカッコ4、カッコ5、カッコ6がまあ 50% 程度なので、ここは手こずった受験生もいたかなと思うので、ここを間違えた受験生の方はしっかりと復習していただければなと思います。で、カッコ4、カッコ5、カッコ6を、まあ、ちょっと、まあ、四角1で時間をちょっと経ってしまって、四角2校で少し時間がなかったなっていう生徒さんも、受験生の皆さんもいらっしゃったかなと思うんですけれども、あとは四角2はカッコ7番ですね、家系なんですけれども、ここは、しっかりと復習をしていただければいいかなと思います。これも二等辺三角形の、もう、図形の場合、その図形の特徴であったり、性質だったり、そういったところをしっかりと見ていただければ、多分おそらく解ける問題多いかと思いますので、ここはもう一度見直しをしていただけたらなと思います。四角4番、これ規則性なので、時間がちょっと経ってしまうので、ここに関してはもしかして飛ばしてから最後戻ってきてもよかったかなっていうのはあります。で、まあ、正答率は高かったんで、あれなんですけれども、まあ、四角4番は、カッコ1を、カッコ1はすぐできたかなと思うんですけども、それ以降であれば、もしかして四角5か、四角5に、行っていただければなと思います。で、四角6番ですね。この四角6番のこういう二人の距離を出す問題というのは、結構今入試問題でよく出題されてますので、ここに関しても、まあ、思考、スケールで言うと三つ筋を立てるっていうところなんですよね。なので、ここでどういう形で進んでいるか、まあ、変な話、時間があったら進行グラフを書いてもいいぐらいで、結構ここに関しては、よく入試問題で出されるので、しっかりここは見直しをしていただけたらなと思います。だから、カッコ1番とカッコ2番あたりは、もう少し正答率が高くてもよかったかなと、個人的には思います。私の方は以上です。はい、ありがとうございます。そうですね。まあ、基本的に、まあ、入試に近くなってくるとですね、やっぱりその、ここは取ってもらいたいなっていうところで落としてしまうと、致命的になるっていうことになってくるので、うん、まあ、四角一番難しいといえどもですね、これ入試にも出てくる可能性っていうのはいっぱいあるので、まあ、どこで間違ってしまったのかなっていうのを、まず確認していただきたいなと思います。私の方ではですね、まあ、四角2番のカッコ2番ですかね、の場合の数ですね。で、ここのところも実際に円のところに点が6つあってっていうところがあるんですけども、これ実際にこう4つこう選んでですね、四角形を作れるっていうのを1つの頂点からいくつできるかなっていうことを考えていけば解ける問題だったのかなと思うんですよね。ですから、まあ、こういったところで諦めずに自分で書いて、解いていくっていう粘り強さっていうのも必要になってくるのかなと思います。では、算数の解説動画終わりたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。